最近ほっぺがさ、なんか昨日ぐらいからさ、めっちゃ雪山で日焼けした時みたいなさ、なんかすごいカサカサしてるんだよね。なんでだろう、原因がわからない。だからほっぺが赤いんです。いやー、ましろちゃんね、びっくり卒業。レアキャラ、私たちのレアキャラ。あー、霜焼けかも。確かに寒いところにずっといた次の日にこうなったから、霜焼けになりかけたのかな。ヒリヒリしてるんだよね。ごめん、話が錯綜してるわ行ったり来たりしちゃった。そう、まちしろちゃんの卒業ね、最近それこそ全然ね、活動なかなかできてなかったからさ、卒業しちゃう前に会いたいですけどね。私の YouTube にも出てもらったりしてるしそう、非常に残念です。こんばんは。一応 A 公演練習した。あ、そうなんだ、知らなかった。でも確かにましろちゃんポジション決まってたな。こんばんは。でもまあ楽しい、未来に向かって一歩踏み出すということで応援したいところです。明日はね、出ないんですよ、マシルちゃんが。そう、会えたらよかったんですけど。24日のお話し会では、あ、じゃあ24日に会えるね、きっと。そっかそっかそっか、劇場とかもないんだね、卒業公演みたいなのも。よいしょ、寂しいところではある。こんばんは。ねえ、キスバイエットすごい頑張ってたよね。あの、なんだっけ、流れ星ランドのお姉さん、流れ星ランドだっけ、ちょっとごめんテーマパークの名前忘れちゃった。出てないもんね、あの話めっちゃ大急ぎで着替えしてたから、いつもさ、魔球師の着替え鬼のように頑張ってたからさ。天の川ランドじゃない？天の川ランドの流星くんだ。思い出した。思い出したぞ。よいしょ。懐かしいです。キスバイエットもう半年前なの、やばくね？やばいね。よいしょ。ごめん、今日着てた上着を今ハンガーにかけた。こんばんは。内側にして、さあ今からちょっとだけ部屋の片付けしよう。いや、さあさ、愛媛に行く準備さ、まだ何もしてないんだけどさ、明日さ朝めっちゃ早いんですよ。明日午前中にやろうと思ってたの。そしたら明日めっちゃ朝早くて、でもさ7時とかに起きなきゃいけないから、起きてすぐ家出なきゃいけないから、今日中にね準備をしなきゃいけないんだよね。こんばんは。あと今日クッキー、午前中クッキー焼いたから忙しかったってのもあるよねでも今日クッキー焼いたから明日みんなに持ってくんだ、空き時間にみんなでクッキー食べようと思って。そんなことをしてたらね、時間がなくなってた。よいしょ。もうさ、着た上着をさ、とりあえずさ椅子の上にポイポイポイってやるのをやめたい。よいしょ。そう、明日はリハもやるし、メンバーもするし、メイクもするし、朝早いんです。今日はね
8メンバーみんな揃わなかったんで今日のリハは。よいしょ。すごいよね、当日に合わせてできちゃう、みんなすごくない？それ当日合わせなんてもう心配でどうにかなっちゃうよ。こんばんは。なんでこんな部屋散らかってるんだろう。みんなからいただいたプレゼントを片付けてないからか。絶対にそうだな。見てこのさ、東京靴流通センターの紙袋にさ手紙をどんどん貯めてるんだけどさ、このサイズ感のさやつにもう見てパンパンなの。よいしょ。やちさん、くまちゃん、ありがとうございます。パンパンなんですよね。みんなからいただいた誕生日プレゼントまだねしっかり片付けれてないんですよ。片付けようぜ。まあ、あなたの美脚が好きです。ありがとうございます。笑顔が素敵。 ありがとうございます。そんな褒められても何も出せないんですけど、ありがとう。かわいい。これ公式のグッズなんだ。かわいい。あ、見て持って帰ってきた。ちょっと片付けている最中に申し訳ないんですけど、みんな見て、あーちょっと今出せないな、出したいんだけど。よいしょ。へい。あーちょっと今出せないかもな。じゃあ今年のだけにしとこう。これ毎年持って帰ってきてる。今年で4枚目。最初の頃多分持って帰れてない気がする。よいしょ。よいしょ。こんばんは。待って、廊下にもさ置きっぱなしのプレゼントがあった気がする。廊下に置きっぱなしだから廊下が狭いんだよね。から帰ってきた時に部屋が散らかってたら普通に嫌な気持ちになると思うから、今日中に片付けようの巻。こんばんは。よいしょ。誕生日がねちょっとまたがったのでいたものがたくさんなんでござる。こんばんは。よいしょ。まずですね、ゴミ袋が必要か。あれで、あの袋にゴミ袋にしよう。こんばんは。扉の向こうからも話し続けるしかない。いやなんかさ、画面にもいないのに声も聞こえなかったら寂しいから、むしろ画面に映ってない時はできるだけ喋り続ける努力を配信中はしてるを。よいしょ。なにこれ。あ、すごい。一旦閉まって今度飾ろう。よいしょ。こんばんは。みんなからもらったプレゼントを開封してるぜ。え、可愛いんだが。マジでさ、みんなセンスいいよね。なんか自分のセンスのなさを感じる。みんなのプレゼントを見るたびに、なんかそのさ、メンバーの誕生日プレゼントとかもう何あげていいか分かんないわけよ。みんなすごくない？みんなさえが喜ぶものをちゃんと、あ、可愛い。さえが喜ぶものをめっちゃ買ってきてくれる。とんでもなく可愛いなこれ。うわっ、シール今剥がれないやつだ。こんばんは。よっよっよっ。こんばんは。よいしょ。
前に開封してるんだ。今みんなからね、生誕祭の付近でもらったプレゼントを開封の儀を執り行っております。何？おお、いいじゃん。どうやってこれ開封するんだろう。よいしょ。こんばんは。プレゼントは嬉しい。プレゼントはっていうか、なんかもういただけるものは全部嬉しい。お手紙でもそうだし、プレゼントももちろん嬉しいし、いただけるものはもう全部嬉しいよね。漏れなく、そんな当たり前よね。みんなの心がこもってるから、みんなの心がこもってるものは何でも嬉しいんだから。よいしょ。黒月音さん、くまちゃん、ありがとうございます。こんばんは。よいしょ。でもね、今回おもろいのが、全く同じプレゼント届いたんだよね。こんなさ、世の中にさ、もう無限にある、あまたあるものの中でさ、全く同じプレゼント届くのめっちゃおもろくない？すごくない？偶然が重なり合って。こんばんは。すごいよね。びっくりしちゃった。私同じのあると思って、まあどっちも実用的なものだったんで、どっちも使うんですけどね。これはなーに。でも前もなんか全く同じお洋服と届いた時あって、なんかファンの皆さんも心通じ合ってんじゃないかと思ってる。ファンの皆さんも心通じ合ってる。そう、こんばんは。あとまさやに似合うとか思うものが一緒なんだろうね、きっとね。みんなのさやに対する価値観が一緒すぎてプレゼント合っちゃうみたいな。すごいよね。私マジびっくりしたんだから。こんばんは。すごい、これこんばんは。でも欲しがるものっていうか、でもさ、欲しいって一度も言ったことないプレゼントが被ってるから、みんなが私に使って欲しいって思ったものがどんかぶりしたの。おもろすぎる。あとね、なんか普通にユイリーさんの写真集もらった、ファンの方から。え、つかサイン書いてもらわなきゃ、ユイリーさんに。マジで。よいしょ。こんばんは。今日、うわ、明日持ってってユイリーさんに書いてもらおうかな。今日あったんだよな、書いてもらえばよかった。いやー、みんなにね、ちょっと朗報なんですけど、今日もゆりさん可愛かったんですよ。いつも可愛いんですけどね。いつもまあ漏れなく可愛いんですけど、今日も可愛かったです。こんばんは。マジでもさ、チームが違うからさ、一緒にさ活動がマジ減って、とっても寂しい。さやはさあ、とても寂しいでござる。よいしょ。こんばんは。話す瞬間ニコニコが倍増してた。
バレた？ゆりさんってさ、口に出すときニコニコっていうかニヤニヤっていうか絶対してるよね。でも隠す気ないし、隠してる気もしない。なにこれ、あーすごい、こんばんは。さやが元気ない時はゆいりさんに会えたらもうさ、なんか多分どんなにメンタルが落ち込んでたとしても元気出ると思うもん。さやはそう思う。こんばんは。よいしょ、こんばんは。よいしょ、こんばんは。なんかさ、バースデー付近になるとさ、私あれが好きなんですよ。誕生日とかさ、クリスマスとかのなんかギミックがついたメッセージカードみたいな、わかる？ロフトとかに売ってる感じのやつ、あれがすごい好きって話をずっとしてたら、みんながそれをすごいくれるようになって、さやね、嬉しい。さやが好きって言ったものをみんなちゃんと覚えててさ、そうありがたい。愛を感じる。みんなよいしょ、こんばんは。開封をライブで見るのはドキドキして嬉しくない？あんまみんなに見せないようにしてるんだけどね。多分さ、先に片付けちゃったものとかもあるからさ、全部しっかり取っておいたらさ、一個一個開封してってできるけど、先に開封しちゃったのとかあるから、私のは紹介されないなとか思われたらすごい悲しいので、こっそり開封してる。で今喋りながらずっと手紙読んでる。速読すぎて爆速。お手紙ボックスに入れる前に手紙読まないとさ、お手紙ボックスに入れちゃったらどれが読んだお手紙でどれが読んでないお手紙か分かんなくなっちゃうからね。よいしょ、こんばんは。マジでさ、メッセージカードみんなめっちゃくれる。すごい優しい。こんばんは。皆さんは今日いかがお過ごしですか？でもまあお仕事だよね。水曜日だもんね。やばい、手紙読むとニヤニヤしちゃう。みんなのなんか嬉しい言葉でニヤニヤしちゃうじゃん。みんなやめてよ、最後ニヤニヤさせるの。真顔で手紙絶対読めない。ニヤニヤしちゃう。うわ、このポーチかわいい。マジかよ。すごい、これ飾ろう。いやー、みんなさやの好みを分かってるんだから。マジですごい。みんなさやの好み知りすぎじゃない？なんかすごくない？なんかマジで尊敬する。もはや尊敬。こんばんは。笑顔が可愛い、ありがとうございます。マジでさ、
犬の手紙すげえニヤニヤっていうかニコニコっていうか読んじゃう。これかわいいじゃん。手紙って嬉しいんだよね。なんか私昔からなんですけど、自分ができないことをできる人ってなんか超魅力的に見えるんですけど、私手紙を書くのがめちゃくちゃ苦手なんですよ。そうだから手紙くれる人マジで尊敬してるし魅力的だなって思う。私が手紙書けなすぎてこの手紙書けるのも才能だと思うんだよね。なんか何書いていいか分かんなくなっちゃって、さやは苦手なんだけど、筆がね進まないんですよ。そうだからなんかさやのファンの方でもお手紙苦手なんだよねって人結構いるんだけど、すげえいつもね頑張って書いてくれたりして嬉しいです。よいしょ。こんばんは。もうさ私どうしよう。でも家がね、家ってさ収納場所有限じゃないですか。もうね置くとこないんだよね。このプレゼントたちをまた新たに収納したいんだけど、どうしようかな。今プレゼントを開封してあの袋とかを捨ててる。紙袋がどんどん潰れてきたよ。とりあえず床に出してるだけだから何も片付いてはないんですけど、よいしょ。もっと語彙力が欲しい。いやわかる。語彙力とかさ、なんかその表現力というか文才というか欲しいよね。めっちゃわかるよ。一回スマホで下書きしなきゃ書けない。でもスマホはマジ書きやすい。その消したりさ、あの書いたりすごいさ簡単にできるし、どこでもできるじゃんね。でもさ下書きするのがえいしゃらくさいってなって、一発で書き始めてあの漢字とか文章ミスるみたいなのはよくやる。実家に送りますか。次回年末に実家に帰るときにでっかいキャリーで帰って、そこにプレゼントを詰め詰めしてあの持って帰ろうかな。郵送もね大変なんだよ。段ボールに詰めてみたいな、詰めた段ボールをさ郵便局の人に取り来てもらってみたいなのが結局大変だから、キャリーに詰めてお家に持って帰っちゃうのが一番楽なのかもしれない。まあ実家も置くとこはあんまないんですけどね。こんばんは。こんばんは。私みんなどうしてるんだろう。全部でも大事なものすぎてさ、大事大事しちゃうからさ。よし、紙袋一旦全部閉じたけど、とりあえず床に出しただけだから新たな定位置を決めていかなければならない。この子たちのこれはここだな。いいね。で君もその下なんですよ。これはどうしようかな。こんばんは。いやこのほっぺカサカサするの絶対霜焼けだな。顔って霜焼けになるんだ。いやこの前すげえ寒いとこに行っててさ、あ全然プライベートなんで全然仕事じゃないんですけど、なんかさ小田切とユニバ行った時にさ、小田切とさユニバのさホテルでさ一緒に配信してたんだけどさ、みんながもしかしたらなんか大きい仕事かもってすごいワクワクしててさ、すげえ申し訳なかった。すげえただただ遊び行っただけだったからさ、あみんなを期待させるだけさせといてなんもないっていうの申し訳なと思ってた。全然遊びっていうね。こんばんは。ユニバ行った写真あげたらマジいろんなメンバーからユニバ行きたいんだけどってすごい誘ってもらってる。さやはもう全員と行く。今誘ってくれてる人全員と行くんだから、そのための年パスなんだからっていう気持ちです。
もうそのために年パス買ってんだから、みんなと行くために、これは間違いないですよ。よいしょ。年パスはそのために買いました。よいしょ。だからもう交通費だけすごいかさむけどよいしょ。こんばんは。交通費だけでいいわ。お代理と笑い転げた。でもマジで笑いが絶えない、なんか幸せ空間みたいな感じだった。ユニバのお土産はなんかあるかな。なんもなんかちゃんと買って、誰にも買ってないんだけど、自分へのお土産はね、あ待って、ユニバね、ほのちゃんにだけ買った。菊の役のほのかちゃんに、そう、靴下買った。私とお揃いの。あでもちょっと見てほしい、今日ツイッターにあげたんだけどさ、ごめん片付けてる最中に一回寄り道するわ。見て、これが水筒、この頭からストロー生えてるんですけど、これが水筒なんですよ。かわいい。でね、これがポップコーンバケットここからポップコーン取り出せる。でも洗ったんで綺麗なんですよ。これがさ、これがかわいいんですよ。これ一目惚れして買っちゃった。これね、4800円するんですよ。高すぎます。でも見て、光るの。ちょっとほらこれ光るんですよ買っちゃった。さすがにこの光るのは可愛すぎるやん。でこれはお代理も欲しいって言って、2人で買って、夜2人で高校とスターを光らせながらユニバの中歩いた。そうマジ可愛かった。買っちゃいました。これはさ買うくない、さすがにこれは買うって。買わずにはいられないよ。めっちゃいいでしょ。これ光んなかったらさ、やだって買わなかったんだけど、光るんだよね。買っちゃったさすがにこの可愛さに負けた。そうだからこの水筒はでも前買ったんですよ、一人で行った時に。その6月ぐらいにさ、一人でユニバ行ったんですけど、水筒はその時に一目惚れして買ったんですよ。でその水筒を今回もまた持ってって、これにそのレストランで買ったオレンジジュースを継ぎ足して飲んでた。そう、いやーいいよね、さすがに可愛すぎる。よいしょ。そう、光んなかったらね、なんか4800円もすんのか、やめとこうかなって思ったんだけど、光っちゃったからさ、さすがに買うよね。だって光るんだもんよいしょ。カレンちゃんとハツに渡したい。でもカレンちゃんと行くの約束した。今年度中に絶対に行きます、カレンちゃんとは。でもカレンちゃんと家には行ったことあるんですよ。そう、行ったことあんのよ実は。もうね、何年前、2年前3年前とか、カレンちゃんが福岡から来て、一緒に行ったことあります。じゃ、ユニバとメンバーと行き過ぎ。ディズニーメンバーとさ行ったこと仕事でしかないのに。ディズニーはもうハルピョンとも行ったし、カレンちゃんとも行ったし、雪丸とも行ったし、今回お代理と行って、増えてます。ユニバの輪が広がってる。
確実に。なんて幸せなんでしょう。あらららら、こんばんは。みんなにユニバの良さを伝えたい。カレンちゃん絶叫系乗れるんかな。もう覚えてないや、昔行った時どうだったか。それユニバめちゃ案内できる。脳みそにマップ入ってるから。こんばんは。レストランの場所とかもわかるし、え、結構ちゃんとわかるよ全部。結構ね優秀だと思うし、案内人として。でそう。チームメイト以外のメンバーとは行かないのですか？なんか私さ、あんまりさ、なんだろう、チームメイトメンバー以外と遊ばないんだよね。なんか別に深い意味はないんだけど、ただ単に機会がないんだけど。そう、こんばんは。ちょっと。一旦どこにもしまいようのないものたちをもう一回整頓してから、これ大事、整頓してから紙袋に戻すわ。それで新たなその住所が決まった時に、この物たちのね、物たちの住所が決まった時に片付けていこう。一旦ね、やっぱ一気に物増えるとね、この物たちの住所を新たに与えることは容易ではないから。よいしょ。こんばんは。サリン、黒髪ショートめっちゃ可愛いね。嬉しい。ありがとうございます。でも、サイはロングの方が気に入ってんだ。みんな17周年公演の生写真チェックした？めっちゃ可愛くない？あれ漏れてるよね。みんなちょっと絶対ゲットしてほしい。マジでマジでお願いします。みんなゲットしてくれ。あれは私でもまあいいんじゃないかと思う。最近の生写真写りいいんだよな。やっぱメイクとかその表情作りがさすがに6年目にもなるとできるようになってきたのかも。こんばんは。さーて片付いてきたんじゃないか。どうだ、どうなんだ。これ今自問自答タイムですから。うるさい自問自答。声のボリュームがいかれてんのよ。よし、これを一旦ここに。置けない。よいしょ。紙袋が。この紙袋はちょっとボロボロだから、これは取っておいてもいいな。こんばんは。透明感って感じだった。マジで可愛すぎ。ここ最近の写真の可愛さ覚醒してる。ありがとうございます。こんばんは。そんな風に褒めてもらえると嬉しいな。ないないしておきましょう。
あーでもこれは愛媛に持ってったらちょうどいい説あるかな。いや今回はいいんじゃないか。よいしょ、これ片付くのかな。絶妙、絶妙だね。こんばんは。すごい、こんなの作っちゃうの？マジかよ。使おう。これも一旦置こう。君は場所決まってるね。君はね、ここだね。あれ？こっちだったっけ？あ、もうどこに何入れたか分かんなくなっちゃった。ん？どっちだ？こっちでいいか一旦。こんばんは。これはここなんですよ。決まってるものもあるんだよね。こういうものはここに入れるよって決まってるものもあるので、はい、いいですね。そして息切れしてるよ。あー、君も一旦紙袋待機かな。ちょっと待って、ほこり発見した。モップどこ？あ、マグカップ蹴っちゃった。コロコロはここにある。あれ？あった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 。なんかモップ。いいですね。部屋が綺麗になると非常に気持ちも晴れやか。すいません、ついでに周りも一旦掃除します。いいぞ。急にね。プラメ、お、ありがとうございます。こんばんは。そう、ちょっと住所未定がまだまだ多いです。 USJ いいな。 USJ いいよ、マジ。みんなにおすすめ。もうどんな人にもおすすめ。絶叫苦手な人にもおすすめだし、別になんかさ、富士急とかはさ、多分絶叫が苦手な人ってこういまいち楽しめないと思うんですよ。そう、でもユニバは絶叫が苦手な人でも楽しめるアトラクションがいっぱいあるんです。これマジでおすすめ。私はおすすめです。君はここ、こんばんは。ユニバ一回行ってみたい。え、マジで行ったことない人は絶対に行った方がいい。さやはそう思う。絶対行って損はないね。あ、これあれだ、昔私がやったプーさんの一番くじだ。ずっと開けてないんだよな。これどうしよっかな。もう一回放置しとくか。一旦
旦しまっておこう、これみんなからもらったプレゼントと一緒に一回しまっとこう。ここにしまって、うわ部屋が片付いてきた。部屋って片付くんだ。フライングダイナソーに並んでる時のお代理めっちゃ可愛かった。なんか本当に大丈夫かなみたいな、いやちょっとミスったかもみたいな、並んだのも後悔してた。めっちゃ可愛かったわ、並ぶの後悔お代理可愛かったわ。こんばんは。この前献血行ったよ。でもヘモグロビン足りなくてできなかった。あー私もね10回献血したことあるんですけど、本当は13回ぐらい献血ルームには行ってて、3回ぐらいで、あのヘモグロビン足りなくてさえも追い返されたっていうかね、今日はダメですねって言われたことある。そういう時はね食生活を変えるといいですよ。あれです、あとしっかり朝ごはんとかご飯をしっかり食べて睡眠しっかりとってから行った方がいい。ご飯食べないで行くと普通にねぶっ倒れる。さあは一回やったことある。献血中に貧血になっちゃって刺して血が抜かれてる時にね、そうそれで中止してもらったことあるから、みんなご飯を抜いていくと本当に大変だ。ご飯を抜くのはやめようね。まあみんな賢いからご飯は抜かないと思うんですけど、おすすめしません。ご飯を抜いて献血に行くのは当たり前なんですけどね。こんばんは。どっちがたくさん絶叫したんだろう。私は結構静かに絶叫を乗るタイプなので、お代理の方がずっと喋ってた。なんかさやかフライングダイナソー乗ってる時に、でお代理景色綺麗だよって言ったけど見れないって言ってずっと目つむってた。かわいい、見れないよそんなのって言いながら目つむってて、なんか降りてから、サイリンずっと目開けてたのすごいねって言っててめっちゃ可愛かった。そんな目開けてるだけで褒めてもらえるのと思って、おもろかったな。お代理さあマジお代理と行くの大正解だったと思うもん。もう全部何もかもおもろかった。お代理がいるだけで全てが面白かったよ。話も面白いしさ、リアクションとかも面白いし、なんか大好き、より大好きになった。見てゴミ袋いっぱいになった。でもここに入ってるゴミは基本的にその包装紙とか袋とかだから、みんなからのプレゼントは一個も入ってないから安心してね。こんばんは。そうそう絶叫マシン大好きなんだよね。絶叫マシンが好きすぎて遊園地に定期的に行かないとストレスたまる。すごくない？それさみんなからもらったプレゼントさ、ここもまあ当たり前なんだけど一個も捨てたことなくて、だからねマジ家にねどでか段ボールがどんどん増えてんの。どでか段ボール鬼増え祭りしてるからね。そうもうね置くとこないんですよ。まあまあでもねやっぱ捨てれるもんじゃないよね、そう簡単に。だってみんな私のことを思ってさ用意してくれてるわけじゃん。無理無理。だってお手紙もこの紙袋このいっぱいのやつ、これあれですよ、東京来てからもらったものですからね。最後東京に住むようになってからいただいたもので、実家にもっと大きいお手紙ボックスあるんですけど、それは東京来る前にもらったやつで、すごくね東京来て1年ぐらい1年半ぐらいでこんなお手紙もらうことある。みんな感謝。最後お手紙欲しいってわがまま言うからみんないっぱい書いてくれるんだ。ありがたい。
ケロンさん尊い人ありがとう。ヒラリンさんも尊い人ありがとう。ジェットコースターいつもどの辺に座りますか。本当はさ一番後ろか一番前がいいんですけど、まあでもあんま席指定できるジェットコースターって多くないんで、いつも行っちゃう後ろか行っちゃう前のどっちかがいいなーって思いながら並んでる。これ愛媛に履いてこ、このズボン。あーさやが床に脱いでたことが今の会話でバレた。今床からズボン取ったもん。よいしょ。一番後ろってさ、一番スピードがその速いんですよ。だから好き。一番前はその何進む場所が見えるから、うわこんなとこ走ってんだ、すげえみたいな。そんな感じ。こんばんは。やっと片付いた。部屋ってちゃんとやればちゃんと片付くんだな。当たり前だけど、今さ当たり前のこと言いましたね。とんでもなく当たり前のこと言ったけど、いやマジで片付かないかと思った。危なかった。これは何？ああ、これがこれか。ここだな。これは愛媛に持っていくものでしょ。おお、皆さん朗報です。片付きました。片付いたよ。こんばんは。片付いた。感動的だ。コロコロしとこう。もう散らかし放題散らかしてたんだから、びっくりしちゃうよ。さあ次は愛媛の準備だ。いや間違いない。とりあえずキャリーをここに持ってくることから始めてみる。なんで今部屋を急に片付けたかっていうと、キャリー広げる場所がなかったからなんですよ。で今片付いたことによってキャリーを開く場所ができたので、キャリーを持ってくるか。よいしょ。じゃあちょっと、じゃあちょっとあの映んない方、廊下見えると恥ずかしいね。あ間違った。よいしょ。なんか暗いライトが、あ明るくなった。失礼、鉄板落としちゃった。あのトースターの鉄板落としちゃった。あ見て、ユニバの残骸。さーてやるか、荷物パーキング。
まあ、基本的にこの前行った時からあんまり中身変えてないから。大丈夫なんじゃないか。こんばんは。かわいすぎるな。かわいすぎるな、この帽子。テンション上がるわ。でもこの前つけたのはこれ。かわいい。こうお代理とお揃いでつけてた。ルイージは前一人で行った時に買った。よいしょ。これは何の袋ですか？一旦全部出そう。ああ、そういう系ね。あの漢方出てきた。前回ちゃんと持ってってたんだな、漢方。喉にいい漢方。喉にいい漢方マジ大事だから。マジでさ、喉壊さない方けがいつも心配なんだから。ジョンマイラブやってる時なんてガチ怖い。喉壊さないことだけを祈りながら毎日寝てるもんね。朝起きて急に声出なくなったりしてませんようにって寝るから。祈りながら寝るんだから。よいしょ。こんばんは。マジ祈ってる。もう寝るときはね、もう祈るしかないからさ、神のみぞ知るから。私の喉がいかれるか生きるか、マジ究極の二択みたいな。マジでね、恐怖。帽子かぶって愛媛行かないよ。ルイージの帽子はちょっとね、普段使いに絶対にできないデザインなんだから。よいしょ。やばい、さやか画面からアウトしすぎてる。どう考えてもどう考えても配信の主がいなすぎる。ちょっと待ってみんな。こんばんは。よいしょ。2年連続で12月の愛媛行くってのもなんか考え深い。いやマジでさ、さやもさやのファンの人もだと思うけどさ、同じ時期の愛媛しか知らないんよね。そう、なぜなら同じ時期にジョンマイラブ出てるから。そうなんだよ、そこだけ非常に残念だね。よいしょ。菜の花が綺麗という噂を耳にするので、菜の花が綺麗な時期にも行きたいところなんですけど、残念です。冬の愛媛、夏から冬にかけての愛媛しか知らないんだから。なんなら夏もあんま知らないんだよな。夏稽古しててそれどころじゃなかったから。
説はある。冬しか知らないっていう説あるね。そうでも一番、そうそう、柑橘とか果物がマジうまい時期だから助かってる。果物、あのみかん好きの私からしたらね、冬の愛媛はもう神なんよ。神なんよね。鯛めしは絶対食べた方がいい。みかん美味しい時に行ける、そう、愛媛にみかん美味しい時に行けるのは結構恵まれてると思う。あーしもそう思う。あーしもそう思うよ。やべえ、愛媛に何持って行ってたか全然覚えてねえ。何持って行ってたんだろう。何が必要なんだろう。マスクとか入れといたらいいね。マスク、マスク、よいしょ。気持ち、うん、確かに愛媛に持って一番持ってかなきゃいけないのは確かに気持ちだわ。正解、正解なんですよそれは。うわ、何持ってってたっけな、いつもマジで覚えてない。まあだから稽古着か、稽古着っていうかその劇場入りして、まあ盾とかやるから動ける格好をね。なるほどね。レッスン着持ってかなきゃな。よいしょ、こんばんは。ちょっと失礼しますね。レッスン何にしよう今回。もう半袖寒いんだよな。うわー、どうしよう。どうしよう。なんかレッスン着でいくか、普通ので。上どうしよっかな、マジで。半袖絶対寒いやんね、この時期。どうしよっかな。悩む。でもパーカーとかじゃ暑いしな。どうしようね。こんばんは。悩む。まあちょっとそれは後で考えよう。ぼちぼち配信は終わりにしますかね。いい時間です。1時間ぐらいですね。こんばんは。ランキング読んで終わりにします。明日マジ朝早いんで早くお風呂入ってパッキングを爆速で進めて寝る。よっしゃ、じゃあ明日は公演よろしくお願いします。13位はさっぴさんありがとうございます。12位高信さんありがとうございます。11位つなちゃんありがとうございます。10位ありさちゃんありがとうございます。9位けんけんさんありがとうございます。8位やすさんありがとうございます。7位ピアノマンさんありがとうございます。6位やつさんありがとうございます。5位黒狐さんありがとうございます。4位ひらりんさんありがとうございます。3位おかずさんありがとうございます。2位とめさんありがとうございます。1位はケロンさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではまた。
明日お会いしましょう。バイバイ。